皆さんこんにちは。ビーガンレストランアインソフオーナーの白井由紀です。このチャンネルではお肉、お魚、乳製品、卵、蜂蜜などを使っていないレシピやグルテンフリーレシピ、手軽に手に入る材料でお家で作れるレシピをご紹介しています。またアインソフのオンラインストアの新商品やお店のことを発信しています。今回はビーガンホットチョコレートドリンクを作ってみたいと思います。寒い時期になりますので贅沢にチョコレートを使ったホットドリンクをご紹介したいと思います。それでは早速作っていきましょう。それでは材料のご紹介をしていきたいと思います。まずはアーモンドミルク、天才糖、無糖カカオパウダー、シナモンスティック。今日はこういう大きな、カシアシナモンを使うんですけども、もちろんセイロンシナモンでも構いません。でこちらはシナモンパウダーで、こちらがビーガンチョコレートになります。今日は贅沢に1枚使っていこうと思っています。それでは最初にチョコレートを刻んでいきたいと思います。バレンタインの時にですね、たくさんチョコレート刻んでプレゼント用の作ったりすると思うんですけれども、そんな感じで斜めにですね、細かく刻んでいっていただければと思います。ではこれぐらい刻んでいただいたら大丈夫ですので、一旦お皿にのせていきます。小鍋でアーモンドミルクを温めていきます。アーモンドミルクがふつふつしてくるまで温めます。先ほど刻んだチョコレートなんですけれども、最後に飾り用にちょっとだけ別に取っておいてください。それではアーモンドミルクが温まりましたら、先ほど刻んだチョコレートとシナモンパウダー、カカオパウダー、シナモンスティックですね、こちらを入れていきます。よく溶けるように全体を混ぜていきます。チョコレートとパウダー類がしっかりアーモンドミルクに溶ければ大丈夫です。この時点で火はもう止めています。それでは最後に天才糖をですね、好きな甘さになるように加えていきます。最後に味見をしていただいて、甘みをお好きな甘さに、ここでですね、もうちょっと天才糖を加えるであるとかしていただければと思います。ではよそっていきたいと思います。すごく贅沢なチョコレートドリンクですので、ぜひお気に入りのマグカップを使って飲んでみていただければと思います。ではよそでいきます。最後にトッピングのチョコレートをかけて出来上がりです。ホットチョコレートドリンクできましたので、早速試飲していきたいと思います。いただきます。とっても濃厚で、もうチョコ感が口いっぱいに広がります。すごく体が温まりそうな、でも本当に贅沢なデザートですね。とっても美味しいです。いい香りがいっぱいしますね。シナモンか。ぜひ何でしょう、キャンドルか何か、灯していただいて、贅沢なホットチョコレート飲んでいただけたらなと思います。こちらの、レシピは概要欄に出ておりますので、ぜひチェックしてみてください。これから最後までご覧いただきましてありがとうございました。またお会いいたしましょう。